この瞬間からはカードに導かれる。どうも皆さん、こんにちは、ワンダーバルーン。ってことは全部世界役採用リューマです。本日はですね、アルカナフォースエクストラザ・ダークルーラー先生をね、使っていきたいと思います。このモンスターね、新パックで登場したモンスターでですね、効果結構豪快でして、アルカナフォース共通で、表裏、そのコイントスを行って表裏によって効果変わるんですけども、表も裏もどっちも強いです。表、このカードは1のバトルフェーズ中に2回攻撃できますよ。で、この効果で2回目の戦闘を行ったら バトルフェーズ終了時に守備表示になって、次の自分のターンの終了時まで表示形式変更できませんよっていう効果。そして裏は、このカードが破壊される場合フィールド上のカードを全て破壊するっていう効果持ってるんです。これ両方とも強いんですけども、本日はまたね、デュエルインクス特有のね、ワンキルデッキでございますので、特有っていうか、遊戯王特有か、のワンキルデッキでございますので、表効果を使っていくっていう、そういうデッキになっております。で、召喚条件がちょっと難しくて、通常召喚できないよ、自分のフィールド上のモンスターを3体墓地を食ったら特殊召喚できるよっていう効果なので、昔はこれサイバー流奥義っていうのを使えばね、簡単に出せたんですけども、今あれ出せなくなってるんですよ、スキル抽選によってね。サイバー流で悪さをしたリンクスミンが多すぎて。なので今回は、ヒーローを持ってきました。ヒーローからブルーティー出さずにアルカナフォース出して、で表の効果使って逆転する運命っていうスキルで、これね、スキル選べるんですよ。どっちか表裏どっちか好きな方選べるよみたいな効果なんで、これで、表出して、で表の効果使って2連打していくっていう。で、余ったモンスターはマスクチェンジとディアポリック外から のアルカナフォースザ・暗鬼で殴っていくっていう、そんな感じでございますね。はい、早速このザ・ダークルーラーやっていきましょう。かっこいいんですよ、ダークルーラー。ジ・エンド・オブ・なんだっけ、ジャッジメント・カバンカ、攻撃名忘れた。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方パンドラ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。なるほど、そこそこ、トップはモンスターがいいかな。トップヒーローがいいんですけど、トップヒーローだとマジで強いですね、これ。多分ヒーローでしょ、エアーマン召喚するんでしょ。で、ヒーローもファリス持ってきて、ファリス効果で特殊召喚して、あ、だからトップファリスがいいのか、一応。あ、でもどっちも同じか、どっちでも変わんねえか。なんでもいいや。トップヒーローだったら、エアーマン召喚から、ファリス効果使って、ファリス効果で、3体並べてアルカナフォースして、で、ディアボリックからマスクだ。オッケー、来てる。これ神ゲーだ、ドロー。なるほど、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、それはいい。とりあえずもうちょっと鬱陶しいから、一回コズミック打っとく。後からでもいいんだけど、一回コズミックサイクロン打っとくわ。宇宙最強のサイクロン打っていく。これですね。1伏せだったらね、ナビゲートでもいいんですけど、2伏せあるんでね。で、エアーマン召喚で。エアーマン効果、デッキからヒーローを持ってくるんで、これファリス持っていきましょう。いいぞ。さあ、あとナビゲートいつ使うかな、相手は。ナビゲート打たなくていいのか、ナビゲート打たなくていいのかな。ちょっとじゃあ分からせましょうか。ブラックマジシャンとかいうマジで激ヤバ先行制圧最強デッキらしいですね。なんかそのモンスター、早くナビゲート使った方がいいのでは。さあ、エアーマンを墓地に送っていく。さあ、ビジョンヒーローファリスを特殊召喚。さあ、およそ今のところただのヒーロー。さあ、ビジョンヒーローファリスの効果を発動。デッキから魔法トラップゾーンにビジョンヒーローを置くことができるぜ。そしてこれで置かれるのはもちろんビジョンヒーローインクリース。そしてインクリースのモンスター効果を発動。ファリスをリリースし、自身を特殊召喚。そしてインクリースの特殊召喚成功時のモンスター効果を発動。デッキからビジョンヒーローモンスター一体を特殊召喚できる。最強だぜ。簡単に3体並ぶの強え。ヒーロービジョンヒーローバイオン、そしてバイオンのモンスター効果発動。シャドウミストを墓地に送り、オレスティネオスを手札に加えていくぜ。間違えた。バイオンのモンスター効果、これでディアボリック界を墓地に送る。そしてバイオンのモンスター効果発動。ゲームから墓地よりヒーローモンスターを一体除外することによって、デッキより融合魔法カードを手札に加えていく。まだ死なねえとか思ってんだろ、まだ死なねえと思ってんだろお前。分からせてやるぜ、いくぜ。ブジョンヒーローアルカナフォースザ・ダークルーラーを特殊召喚。おい、ブルーディー出せよ。
おいブルーディを出せ。さあアルカナホースザ・ダークルーラーのモンスター効果を発動。当然私コイントスを行います。私のコインは当然正位置だ。当然逆位置だ。当然逆位置だ。そう逆位置の効果はなんか破壊されるとなんかなんちゃらかんちゃらなんで逆転する運命の効果を発動。運命は今逆転した。そして墓地よりディアボリック界のモンスター効果を発動。ゲームから除外することによってデッキより兄弟を特殊召喚できる。いけ攻撃教師。そして俺様はこのままバトルフェーズに移行するぜ。殴る順番はマスクあるからバトルフェーズ入ってだからこれぶん殴って4000とダイレクトナビゲートされるんで、マスクマスクダイレクト OK、とりあえずアルカナフォースザ・ダークルーラーの攻撃1エンドオブシャドウ。ふん。まあそうするしかないわな。さあ最上級魔術師が特殊召喚されてさらにちょっと3体でもこれさ3体出てきてもいけんのか。これ3体出てきても勝てると強くない。これ4連打だ。だからアルカナフォース、ザ・ダークルーラーで2回攻撃するんじゃん。でマスクチェンジで2回攻撃するから4連打なんですよ。簡単に言うと4連打ってことはつまりモンスターが3体いてもワンキルできるんですよ。強くないですかこのデッキ。これ強くないですか。わかります言ってること。ディアボリックガイをマスクするじゃないですか。でマスクで暗記出してアンクで殴ってマスク持ってこれるんでまず2体は戦闘で破壊されるんですね。でアルカナフォースザ・ダークルーラーが2回攻撃できるんで、あそうこれいや理想的展開いきますよ。ちょっと待ち分からせます。今分からせるわ。まずこのブラックマシン扱いになっているなんかドーチャラコーチャーイリュージョンを破壊していく。でドーチャラコーチャーイリュージョン破壊した。でマスクチェンジ発動していく。マスクチェンジ発動していく。でディアボリックガイを墓地に送ってマスクチェンジアルカナフォースザ・アンキを特殊召喚。そしてザ・アンキで攻撃ジ・エンド・オブ・シャドウ。そしてジ・エンド・オブ・シャドウのすいよこのデッキ。マジでブルーディー出せ感がえぐいけどね。ブルーディーを出せ感がすごいけど、うわバイオン2体引いてる。キモすぎるんだよ。そのバイオン2体引いてるとかマジでキモい。一番キモいことやってることが何のためにお前2枚入れてると思ってんだよ。アマゾネスの剣士やべえモンスター来た。やべえモンスター来た。セットなるほど。セット、まあ、とりあえずコズミックサイクロン引いていく。引いていかない。うわいらねえ。ゴミほどいらない今。これ2体いらないんだよこのモンスター。いいや行くしかないか。エアーマン召喚。エアーマン召喚効果。ファリス持ってくるしかない。ファリス持ってくるしかないが、これどうしよう。これな殴っていくしかないのか。まあ普通ファリス出していきましょう。でマジでいらないモンスター2枚引いてるけど、とりあえずファリス特殊召喚していく。でファリス特殊召喚成功時効果を発動。ビジョンヒーローインクリースを魔法トラップゾーンに置いて、でインクリースのモンスター効果を発動。ファリスをリリースし自身を特殊召喚。そしてインクリース特殊召喚成功時の効果を発動。これで、ビジョンヒーローを、インクリースを特殊召喚していく。ふざけんなよマジ。ふざけんなよこれ。でこうしてでもうしょうがないんでも出していきましょう。これで魔法トラップ踏んで負けるっていうね、そういうこと。つまりで3体リリース。ブルーディーかと思ったかバカめ。アルカナホースザ・ダークルーラーを特殊召喚。そしてアルカナホースザ・ダエクストラザ・ダークルーラーのモンスター効果を発動。当然正位置だ。このモンスターは一度のバトルフェーズ中に2回攻撃できるバトル。さあいけジ・エンド・オブ・シャドウ1回目。そしていやインクリースの効果発動。インクリースのモンスター効果発動。いけジ・エンド・オブ・シャドウ。ワンチャン通れ。通った。なんもないんかい。なんもないんかい。さあ置いてる方城之内くん珍しいですね。非常に珍しい。あーなるほど。エアーエアーか。エアーエアーだな。これエアーエアーだ。でエアーエアー持ってきて、3体並べとけばいいか。エアーエアーで、でファリス・ディアボリック、まあこれは強いんじゃない結構。
でファリス効果、まあ、今のところただのヒーローだけどアルカナフォース感一切ないけど、とりあえずファリスを特殊召喚していく。で、ファリスのモンス、インクリスか、インクリスのモンスター効果をファリスリリースして、インクリス特殊召喚、インクリスモンスター効果をさあインクリスの効果によって、バイオンも特殊召喚、そしてバイオンのモンスター効果を発動。デッキから、これ何でもいいな、これ何でもいいな、これ何でもいい、これ引きたくねえわ、ファリスかなんかでいいか。で、バイオンの効果を発動、ファリスをゲームが始まし、融合魔法カードを手札に加えていく。一回マスクセットするか、マスクセットしよう、マスクセットして、でこれ大変じゃない、これいいんじゃないかな。あーどうだろう、融合した方がよかったかもしれないな、ちょっとわかんねえな、ちょっと今のところ正解はわかりませんが、スターブラスト、スターブラストきた、3500、なるほど、リボルバー、デスペラードリボルバー、やばいこと起きてる、もしかしてこれ、あっ、あやばい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 こと起きてる、今やばいこと起きてます、これ運を味方に、マジ、いやこれスターブラストで運を味方に、あツインバレルなんだ、なるほど、ツインバレルドラゴンで、セットカード、なるほど、それマスクチェンジするしかない、マスクチェンジするしかない、でエアーマン、選択してあでもこれいけんの、これ自爆特攻できないんじゃね、これ自爆特攻できないんじゃね、これ多分、あこれ攻撃表示だったか、攻撃表示でよかったなこれ、まあいいや、でこれで半分にしていく、これ自爆特攻できないんじゃね、これカードしてセットセット、で今デスペラードを出した方がよかったのでは、多分今デスペラード出した方が良かったのでは、あれこれなんか意外にいけるんじゃないこれあれこれ甘いじゃない、これドローフェイズで一回そこ戻していこうか、ブラスト効果でこれセットカード戻していく、一族の結集、いやーやばいやばい、それはやばい、うーわー第3枚表で出るんですっけ、あなたこれやばくないですか、これやばいこと起きてますよね、あれこれやばいこと起きてますね、これね、融合するしかないんだけど、融合するしかないとか意味わかんないけど、まあ、とりあえず融合していく、こうしてこれで融合していくでしょ、で5000になる、5000になったはいいものの、えちょっと待って、これさ3枚表確定してるデスペラード、これ俺どうやって突破すんの、え、これどうやって突破するんだ、どうやって突破するんだ俺はちょっとやばいこと起きてるよねこれ、ちょっとイカサマコイン使うのやめてもらっていいですか、全部表のコイン使うのやめてもらっていいですかって言ってます今、バトル、はい、ちょっと君どっか行って、ちょっとマジでマジでもうちょっとこれ強すぎだろ、このデッキ強すぎだろ、え、なんで破壊だから、マスクチェンジを持っていたとしても変身できない、強すぎ問題発生、3枚とも表確定してる、あーすげーずるいだろ、強欲ラッツも2発ってのずるいだろ、ふざけんなよこのデッキ強す、うわ何これ、あーマシンナーズポートレス、強すぎ問題発生してる、マジでやばいこと起きてる、やばこのデッキ強っ、皆さんスターブラストはですね運を味方にってね使った方がいいですよ、史上最強デッキ爆誕します、対戦ありがとうございました。